おはようございます、黒三葉です。ということで今回はですね、バンテについてお話ししていこうかなと思います。はい、この前来たオラコインのクエストでもかなりね人気だったということで、じゃあなんでこんなにバンテが人気かっていう話をですね今日はしていこうかなと思います。で、今回の動画ではまずはじめに星2キャラをパーティーに入れるメリットについてお話ししてから、その星2キャラが結構いる中でね、なんでバンテがよく使われてるかっていう話についてさらにしていこうかなと思います。まずはですね、パーティーに星2のキャラを入れるメリットなんですけど、これに関しては一つしかなくて、クエストをクリアした時の、メダルですね、宝箱に変えたりとか、あとは金の未確定のねアイテムに変えたりとかできる、あのメダルをより多くもらうために、星2のキャラを入れることが多いです。まあ、詳しく説明すると、クエストでもらえるメダルを計算するときにレアリティっていう欄があるんですよね。そのレアリティが20以下にすると最大値の 1.8 倍恩恵がもらえるんですよ。で、その20以下にするためには星6キャラを3体積んであげるとして、あともう1体ね星2キャラを入れることによってパーティー合計のねレアリティを20に下げることができます。なので別に星1のキャラにねする必要は全くなくて、星2のキャラが多いっていう現状になってます。で、次にじゃあなんでバンテがいいのかっていう話なんですけど、これに関してはおそらく2つの要素でバンテが選ばれてるんじゃないかなと思います。で、1つ目は爆発友情を持ってるっていうところですね。星2のキャラの友情コンボの威力ってやっぱりすごい低いんですよ。もう本当に入ってるかどうかわからないぐらいのダメージしか稼げないので、それだったらね、爆発友情であればその味方のね友情を誘発して、まあ、味方の友情の半分の威力は出せるので、まあ、そっちの方が友情コンボとしてね威力が期待できるということで、爆発友情のキャラがよく採用されてるかなと思います。まあ、この前のオラコインのやつを見てもね、爆発友情のキャラしか入ってきてないと思います。で、2つ目はその爆発友情を持ってるキャラっていうのが現状9体いるんですよね。そのキャラたちの中で唯一スピード型で一番スピードがね高いっていうのが、まあ、一番の要因かなと思います。で、さっきの友情コンボのね話とも絡んでくるんですけど、こいつらって攻撃力もめちゃくちゃ低いんですよね。ってなってくると、自分でね殴りに行くよりも周りのキャラにより当たりに行く友情コンボを発動させに行った方が、威力が期待できるというところで、その友情コンボを当てやすい、まあ、すなわちスピードが高いキャラっていうことから、まあ、バンテが選ばれてるのかなと思いました。これは意見が分かれるところだと思うんですけど、じゃあレッドリドラはダメなのかっていうところで、レッドリドラの場合はその8ターンでねスピードアップの SS が打てるんですよ。で、その1回の攻撃あたりのスピードの量でいったらレッドリドラの方が高くなるんですよね。2ターンに1回 SS を打てるって考えると、そうなった時にじゃあバンテよりリドラがいいかっていう話なんですけど、個人的にはその毎回ね SS を打ったりとか、その SS の演出の時間とかを考えると、やっぱりバンテの方がねいいのかなとは思います。で、バンテの SS もですね、吹っ飛ばし SS なので結構その配置がね取りやすいんですよね。その友情を誘発しやすい位置に行くとか、あとはその敵の火ダメをねなるべく抑える位置に行くとか、そういう時にも使えるので、まあギドラよりバンテの方がいいのかなと思います。英雄の証とか投げてスコア稼ぎとかつけるなら、まあ、バンテがいいのかなと思います。はい、もちろんね他のキャラたちでもそんなに大差はないので全然いいとは思うんですけど、まあ、ちょっとでもねこだわるのであれば、まあ、バンテが一番無難なんじゃないかなと思いました。はい、はい、ということでご視聴ありがとうございました。まあ、今日はね、まあ、バンテにね、まあ、すごい焦点を当てて話をしていきましたが、いかがだったでしょうか。もしよろしかったらね、チャンネル登録、高評価などぜひぜひよろしくお願いします。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ、黒三葉でした。